神戸市は、兵庫県の南部に位置する市。兵庫県の県庁所在地で、政令指定都市である。市域は、垂水区、須磨区、長田区、兵庫区、中央区、灘区、東灘区、北区、西区の9区から構成される。2020年国勢調査の速報値によると、人口は152万7022人。大阪市や京都市とともに、 京阪神大都都市市圏におけるる中心都市である海と山の迫る東西に細長い市街地を持ち、十分な水深のある戦場の入り江部に発展した理想的な港湾、神戸港を有する日本を代表する港町である。大正から戦後の高度経済成長期にかけて、東京、横浜、名古屋、大阪、 京都と共に六大都市の一角であった。開港以来、博来品や西洋文化の流入する日本の玄関口となり、今なお旧居留地や北の偉人ん街などの西洋風の街並みにその歴史や影響を見ることができる。1995年の阪神・淡路大震災によって神戸港を含めて市内の経済機能は壊滅的被害を受けたものの、 神戸市は今なお全国有数の経済都市を維持している。阪神工業地帯に属する港湾都市であり、貿易、造船、鉄鋼、機械、製造、ゴム、真珠加工、観光等の産業を中心に発展、医療、ファッション、洋菓子、日本酒などの産業も盛んである。特に、日本酒製造に関しては、長区、東灘区から、 西宮市にかけての阪神本線沿線のエリアは、名台伊と呼ばれ、日本有数の酒所として有名である。観光地としては、中華街の南京町、急遽留置や北の維人館街などの異国情緒な、町並み、神戸ハーバーランド、マヤ山、塚保市内からの夜景、有馬温泉などが挙げられる。また、ユネスコのデザイン都市に認定されている。神戸という地名は、 現在の山の宮、元町周辺が古くから、幾田神社の神福の集落であったことに由来する。神戸三社をはじめとする市内、国内にある神社の神事に使うおみきの生産にも、関わった。かつて、神戸の海岸地域には県、大阪の外交、経営地として栄えた、兵庫津と呼ばれた港があった。県随市の時代には、すでに港は開かれていたが、 平野清盛により京が島の近くに都である福原慶が計画された前後に貿易の拠点として整備され大林電白と呼ばれたことがその発展の始まりとされる。律令制では機内の西部、五機内の一つ摂津国に属していた。現在の垂水区、西区、北区の大御町、須磨区の神戸総合運動公園、神戸流通業務団地の区域は はり国であった。兵庫津には、戦国時代の短い期間、城が存在していたが、天が崎に城が築かれると、摂津国の政治の中心は、天が崎に移り、城石には、兵庫神社が置かれた。港は、北前船の出発地の一つで海鮮ん屋が軒を連ねていた。兵庫津の北方に、西国街道が通っており、 西宮塾と大倉谷塾とをつなぐ宿場があった。兵庫津には、実組織として、港町を担当する浜方と、宿場町を司る岡方とが存在した。本陣は、浜方と岡方の双方に存在したが、江戸時代中期以降は、浜方の本陣の利用を希望する大名家が全蔵した。江戸幕府が欧米と締結した条約では、兵庫港を、 外国船に開港することが規定されていたが、実際には 3km 東の神戸村が開港場となり、1868年に外国人居留地や港が作られ、1879年に直霊により神戸港となった。その後、日清戦争、第一次世界大戦を経て、上海、香港、シンガポールと並ぶアジアの主要な貿易港として、 発展を続けた。1874年には、新橋駅横浜駅間に次ぐ日本で2番目の鉄道として、大阪駅神戸駅間の東海道本線が開業した。一方、港とともに造船、鉄鋼、機械を中心とした工業も発達し、阪神工業地帯の中核を担う日本有数の重工業都市に成長した。兵庫と、 神戸は元来別々の町村であったが、地域の拡大によって一つの都市として一体化していった。当時、市内で最も繁華であった、深海地は、東の浅草、西の深海地と称されるほどの繁栄であった。深海地主最式絵はがき、太平洋戦争末期、他の諸都市同様に米軍の重要な戦略目標であった神戸は、B29 による、 度重なる空襲を受け、当時の芝市、工業施設、港湾施設の大半を破壊、消失し、多くの犠牲者を出した。戦後の高度経済成長期には、市外交配部の産地より削り取った土砂を用いて、ポートアイランドや、六甲アイランドなどの人工島を臨海部に、埋め立て造成し、商工業、住宅、港湾用地として整備するとともに、 埋め立て用土砂採取後の西区や、帰宅の丘陵地を、精神ニュータウンなどの住宅地、産業団地として開発した。この一連の施策は、山、海へ行くと呼ばれ、都市インフラの拡充、整備が大きく進むことになった。1981年のポートアイランド第一期、春工時には、地方博ブームの先駆けとなる、神戸ポートアイランド博覧会を開催して、 成功させるなど、これらに代表される都市経営手法は、株式会社神戸市と称され全国の市町村から自治体経営の手本とされた。また、高度成長期以降に、複数の鉄道路線が集結するターミナル駅の三宮駅周辺に次第に、商業機能や県庁、市役所といった行政機能が集積していき、新海地を抜いて、 市内最大の繁華街に成長した。神戸港は商業や工業が集積する大阪に近いこともあり、近代以降も国際貿易の拠点として規模を拡充した結果、1970年代には阪神工業地帯の輸出港として海上コンテナの取り扱い個数が世界一になるなど世界有数の港湾として知られていた。平成史に残る。 都市災害となった阪神・淡路大震災が1995年1月17日に発生した。神戸市内は甚大な被害を受けた。震災での被害による港湾機能の麻痺や震災以前からの製造業の生産拠点の海外移転によって国際貿易港としての相対的地位は低下した。震災復興によるインフラの再整備により、 貿易額は回復する傾向にあり、日本を代表する港湾都市の一つとして存在感を維持している。その一方、中国をはじめとしたアジアの大都市の急激な発展により、国際的な影響力は低下しており、2018年度における世界の港湾取扱い物量ランキングは50位となっている。また、人口においても、 震災直後に7%余り減少したものの、新永田駅前、JR 六甲道駅前での震災復興、再開発事業やポートアイランド2期事業、神戸医療産業都市構想などの事業によって、呼び戻されて2011年には154万9000人に達した。しかしながらその後は、東京23区や大阪市への流出など、人口減少が続き、 2015年に福岡市、2019年には川崎市を下回り、政霊市で7位となっている。また、2019年1月時点の日本人住民の人口は148万9820人と150万人を割り、さらに前の年と比べて6235人の減少と人口減少数で、 全国ワーストを記録した。神戸市営地下鉄海岸線や神戸空港の利用者数が需要予測を大幅に下回り、またウォーターフロント開発である神戸ハーバーランドの各テナントが相次いで撤退、かつて小売業で日本一の地位を築いた大への不振、四主道の新長田駅前再開発の失敗など、戦後から震災まで好調に成長してきたのと、 対照的に震災以降は暗雲が立ち込めている。六甲連山市内では6,608種の動植物が確認されている。744種が絶滅の恐れがあり、そのうち別甲トンボやマヤランなど49種は現在見られなくなっている。1180年、平野清盛により福原に福原慶と別荘。 雪見御所が造営される。神戸市に行行する昭和天皇港祭りの様子1963年、頃1910年開業、1971年には、全廃した神戸市伝1995年、阪神、淡路大震災が、発生師匠さんの電職や視聴者一号館で知られる、師匠は、歴史的仮名遣いである、神戸のカタカナ、カウベの。 家をデザインして1907年5月24日に制定された。大義港と呼ばれた旧兵庫港と旧神戸港の二つの港の形と港湾にちなむ怒りのイメージも持たせてあると言われる。四季は緑地に支柱を白く染め抜いたものが使われている。支柱の造形はシャネルのロゴの下位置3を短縮したものに近い。現在の鹿は 1951年に制定された二代目の、ものである。作曲者の新次清は二代目鹿制定の4年前に、兵庫県民歌を作曲している。神戸市役所前景神戸市行政区西区北区垂水区,区、須磨区長田区兵庫区中央区名田区東名田区神,区神戸市は、以下の9区から構成される。神戸市では、 旧六大都市の流れを組む形で1889年の議会開設以来、市議会を神戸市会と呼んでいる。2010年頃から人口が減少傾向にあり、2019年の人口減少数は全国の市町村で最多であった。しかし、2020年には再び人口が増加した。各区ごとに記載各区ごとに記載標語7。 福神巡り名称の後の、は、国指定の史跡を示す建物なの後に、とあるものは、国の重要文化財に指定された、建造物東西方向にかけて、JR や私鉄などの路線が走行している。名目上は、市名を関する神戸駅が、特定特市内制度の中心駅であるが、JR や私鉄、地下鉄など多くの路線が乗り入れる三宮駅、三宮駅が、 実質的な市内中心駅としての役割を持つ。山陽新幹線の停車駅である新神戸駅は、望みを含めたすべての新幹線が停車するが、JR の在来線の接続はないため、市営地下鉄、西神・山手線が、中心市街地の三宮方面に連絡している。中心駅神戸市内における、JR 在来線の路線図神戸市中心部の、 観光地を結んでいるシティーループバス鉄道における特記事項市の中心部は市バスと新規バスと神戸交通振興が運行している。このほかタルミ区では山陽バス、西区は新規バス、北区は阪急バスと新規バスが主として運行している。乗車方法はいずれも後乗り前折り後払いであり、運賃は均一性を取る区間と整理券による。 区間性を取る区間に分かれる。港観光バス以外の各路線では非接触型 IC カードのピタパ、移行化をはじめとした全国交通系 IC カードが使用できる。新規バスグループは別途、ニコパも阪急バスと阪神バスは別途、ハニカもそれぞれ使用できる。阪神高速神戸線港川ジャンクション、国道県道指導有料道路。 住民間有料道路タクシーの営業区域は、神戸市域交通圏で、淡路市、三田市、三木市、稲見町を除く隣接する、各市と天ヶ崎市、伊丹市、川西市、川辺郡稲川町と伊丹空港が対象となっている。神戸市は、神戸市名誉市民条例に基づき、公共の福祉の増進、または、学術技芸の進展に寄与し、 もって広く社会文化の発展に貢献し、その功績が卓絶する市民及びゆかりのある人物に、対して、名誉市民の称号と名誉市民賞を贈呈している。神戸は、映像産業を重視し、映画やドラマの撮影に、積極的である。作品は、作者指名で五十音順神戸市は、市内に存在する朝鮮学校の神戸朝鮮、高級学校、 神戸朝鮮初中級学校、西神戸朝鮮初級学校には1985年度から、税金から毎年約6500万円を、拠出していて、2014年度以降は助成金を8分の、一元額とした翌年は参考に施設整備費などの、助成金として、計829万3000円が拠出された。そのために2016年12月6日に、 神戸市議会の議場に北朝鮮による拉致被害者の有本恵子の父、昭弘も出席し、玉田村敏郎副市長は女性のあり方を引き続き考えていきたいと答弁し、久本木造市長は拉致被害者のうち有本恵子さんと田中実るさんは神戸出身。一刻も早い帰国を望むと自民党の長瀬武氏、市議の質問に答弁した。 BE 神戸 BE 神戸は震災20年神戸からのメッセージ発信プロジェクトをきっかけに多くの市民から出た神戸の様々な魅力の中で一番の魅力は人であるという思いを集約したメッセージとして生まれた直訳すると神戸であれ神戸らしくいようといった意味であるここで言う神戸らしさとは震災をきっかけに気づいた 人のために力を尽くすという人々の思いや、開口150年の歴史の中で育まれた、先進的、開放的で、創造性、国際性が豊かといった人々の気質である。テンプレート、スマクの地名、ありがとうございます。